岩国の白蛇灯籠上の二頭岩国の白蛇は山口県岩国市に生息する白蛇である。この白蛇は遺伝によって発火が子孫の代にも受け継がれている。日本国指定の天然記念物、青大将が発火したものである。アルビノは突然変異によってメラニン色素を合成できなくなった生物であり、劣性遺伝のため通常個体との間にできた次世代では 通常体色である。また、体色が白くて目立つため天敵に捕食されやすい。一般には、自然下では、アルビノの出現は稀であり、ハツカネズミや白ウサギのように、飼育下で系統をコントロールすることにより維持される。岩国の白蛇の場合、人間の飼育下ではないにもかかわらず、高い頻度でアルビノが出現していた。これは、 地域の人々が昔から白蛇を神の使いとして特別で大切なものと扱ってきたのが理由であろうと言われている。岩国白蛇の館白蛇神社白蛇を神として崇める風習が各地に残る。一例としては白蛇の歴史及び白蛇の現在の不死についてありがとうございます。